Fight them! Fight them!
Fight!
Oh!
Kong! Round one, fight! Slash!
はい、すいません。はい、すいません。テコさん OK ですね。はい、それでは皆さんこんばんは。本日、2018年の7月の20日、7月20日ですね。720、第84回四季の細道ということで、ちょっと本日場内すごい若干気温が高いんですが、空調トラブルということで、ちょっと皆さんモチベーションもなかなか保てないようなところもありますんで、ちょっとエクスパーさんこれね、いやいやまだまだ続けていただいて構わないです。でですね、すいません、四季の細道始めていこうかと思うんですけど、もう1試合目があれ、ヒカルさん、これ1試合目は破天荒さんと師匠さん、師匠さんですね。はい、でごめんなさい、参加費用が、一律1名様100円となっておりますので、ハクさん、チャボーズさん、クサさんお願いいたします。ハクさん、チャボーズさん、クサさんお願いします。でですね、そしたら師匠さんと破天荒さんが空いてますんで、1試合目なんで、すいません、じゃんけんしていただいて 1P、2P 決めをお願いいたします。じゃあ画面はですね、エクスパーさんの竜がいるんですが、ここで終わってもらってですね、始めようと思います。1試合目は、破天荒さんと師匠さん、破天荒さん 1P で師匠さんが 2P。 じゃあ準備整いましたので、お互いのリズムで始めていただいて構いません。ありがとうございます。1P 側破天荒さんが龍、 2P 側師匠さんが、バイソンですね。はい、開幕、あ、開幕中足ヘッドで波動を抜けていく、投げを投げ返した、お、しゃがみアッパーで落とす、これは冷静ですね。波動拳、波動拳、なるべく近づけたくないが、お互いゲージを持っている、ヘッド、おできるよからのゴチゴチですね。できるよパンチ感、おっと最後は埋め込みの芋掘りが、さあ2ラウンド目、開幕はお互い大事にいって、グランドが、おグランドで大ボス、鏡中盤で止めていく、そして画面端、速いですね攻防が。波動拳、波動拳、さあ波動拳打ちたいところだが、ゴチゴチダッシャパガのゴチゴチ、お裏回りを投げ返す、両者一時イーブンですね。はい、波動拳投げて、迷
バウンドでぼかされてしまう。波動拳うまい、波動拳2発当たった。しかし波動拳連打はちょっと厳しい感じになっている。大事に行きたいところ。お、大足だったが、あ、またしてもできるよパンチ感のゴチゴチ。なるほど、はい、師匠さんの、バイソンが勝利で、続いてエクスパーさん、HP がエクスパーさん、エクスパーさんも竜続きますね。これはだいぶ、これはだいぶ厳しい感じだが、どうなる？お、ちゃんとあれですね、波動を打つのにタイミングを緩急つけている感じですね、スパーさんは。ちょっとバイソンとしては厳しいところ。竜巻、お、結構ファンタスティックな竜巻が、おっと最後は投げ、キック投げ。ちょっとあの竜巻のファンタスティックなところ処理困りますよね、やっぱり。しかし今度は逆に画面に押し込む。お、離れる、カンパを切られて、カンパを切っていく。ヘッドもガード、お、見えている、未来が見えている。しかしここからが大事なところ。両者ゲージも持っているため、おっとアパクレイジー、グランドアパクレイジーですね。で波動が刺さる、ハテゴンさん勝利、あ、ごめんなさい失礼しました、エクスパーさん勝利で、続いてチャボーズさんですね。はい、2P 側がチャボズさん、チャボズさん久しぶりですね、見えられてるの。チャボズさんサガト開幕タイガー、これはチャボズさんタイガーは強烈だが、そこにエクスパーが飛びから3段、おっ波動で画面始まる、押していく、昇竜が当たる、もうナイス大足払い、かっこいいですね今のは。ちょっと攻撃的な感じですね。なるほど、あれですね、むやみに打ち合ってない感じですね、お互いに打ち合いにはならないように、うまいことかわしている。おお足払いタイク、リバーサー気味の真空だったが一発、そうなんですよね、下がっとこれガードできちゃうんですよね。うん、飛び込みから3段、いいタイミングだと思ったがつながらず、時間がおっとなかったが、5位に近づいたところの投げでエクスパーさん勝利、続いてハクさんですね。はい、エクスパーさん龍が勝利で、ハクさんのベガ、ハクさんベガ、お、飛びのタイミングはナイスだった。中ボス、お、ジャンプ中盤で最後フィニッシュ、うまいこと拾っていった。ちょっとあれですね、ハクさんがタイミングはいいものの、
投げられてないというところですね。昇龍拳割っていく、大昇龍だった。お、ナイトメアが一発だったのか。あっと、真空チャンス、真空だったのか。ミス、ミステイク、真空ミステイクと投げられてしまう。3段、つながらず。お、ヘッドプレスをだいぶ早めに出していった。デビリバース、おっと、ふんわりからナイトメア。あ、リバーサ昇龍が出ている。最後は昇龍拳、エクスパ流勝利で、続いてカーシムさん。カーシムさんのザンゲフ、幸せの黄色いザンゲフですね。さあ、ダブルアイで抜けていく、画面端、これは竜が厳しい。ファイヤー当てていく、うまいですね今のファイヤー波動は。真空を使っていくが、ガード、バンシーで近づく。しかし、あ、スキルで捕まってしまう。フライスクリューですね。波動拳、波動拳、波動拳、ダブラリがすごい出ている。竜巻が刺さる。お、攻めているのは川島さんのザンギだが、体力差は龍有利、体力がだいぶ龍有利。おっと、中足が刺さった。さあ、ファイナルラウンド開幕。後ろに飛んだが、お、勝利すかされてしまう。リバサ竜巻も見ている。安全加算2ヒット、ハード拳、ダブラリで攻撃。あ、バイアシでダブラリを溶かしていく。バイアハード、あ、ハードを踏んでしまう。昇龍拳、ダッシュ、ハード拳、ハード拳。さあ、ここから互いゲージもあり、いい距離に行ったが、おっと、今真空読みか今のダブラリは。しかしエクスパーリュウもそこまでは、あーっと、あー、危なかった、危なかった。しかしミドルキック、カワシムザンギ勝利。続いてモツブランカですね。はい、モツブランカ、ですね、開幕前ステップから噛んでいく。これはさすがのパワシムザンギも予想外、飛ばない。おっと、リバサで逃げた形、リバランで逃げましたね今。リバランじゃねえ、バックステップで逃げましたね。リバサでバックステップしてましたよ。あ、入るんですか、バックステップも。あ、投げれるのか、もしかしてバックステップも。なるほど。おっと、飛んだが揉んでいく。ダイヤシ、ダイヤシ、ダイヤシ3連発、噛めなかった。噛むしかない、お互いに噛むしかない。揉むか噛むかみたいな。あーっと、スクリューが入った。さあ、おっ、うまいローリング、ダブラリ。ス
かしスクリューをすかしてみたいな、からジャンプ着地スクリューでしたね今ね、狙ってますねだいぶ。さあさあ接触、おっと暗い髪、地獄好きの応酬。さあここから時間がそろそろだが、あー噛んでいく、あーっとダブラリが入っている、うわー何かを出していたか。はい、続いてですね、おっと続いて私か、ちょっと山本なんで、ハクさん、しゃべりお願いできますか。マイク変わりました、ハクです。猛暑ですね、まあ、デイトナちょっとエアコン効いてないんでめちゃくちゃ暑いです。猛暑熱帯夜です。もうみんな腕まくったりそれぞれタオルかけたり、これだけ暑かったらちょっと暑さとの戦いも、はい、続きまして山本さんのチュンリーですね。あ、色がオレンジじゃないですね、黒、なんか、なんでしょうね。結構あのヒデさんのとかチュンリーとか見てて思うんですけど、チュンリーが冷たく立ち回るとかなりきついが、この戦列出して中足、あーっと相打ちで8中継か、この圧が、おっとダブラリ当たって回して何もしない、画面端でこのプレッシャーが、あと垂直台形当たって体力がチュンリーちょっと厳しいか、あーっと膝から回して勝ったのは川島さん。マイクありました、山本です。はい、山本チュンリーボロ負けで、続いて草さんですね。草さん、あ、ホンダ、ここに来て川島さんにホンダ、これは厳しい戦いが続く、ザンギーとしてはだいぶ厳しい。あれ、今日セブテープさん欠席なんでザンギーがいないですね、川島さん以外の防災さんもいない。さあ画面端、いい冷たく百列で削っていく、バニシーを当てていく、飛んで溶かして、はい続くと削っていく、あまり前に行かない、あーダブラリ全一破れる。はい、続きが刺さりましたってところで2周、あ、ごめんなさい、最後のあれで、いや、デンさんですね。はい、草さんの次はデンさん、デンさんはベガ、ベガホンダ、はい、ベガホンダはかな、ホンダが、あ、ホンダが有利っぽいですね、ちょっとね。ジャックサイコ、おっと飛ばれてしまった、ゼロドットが厳しい、あれはナイトメア以外にどうにもならない。そうですね、これベガとしては食い込んでしまうと大いちょうもあるし、
そうっすよね、軽く当てていく感じの、それか今みたいにヒットですね。ヒット狙っていくしかないんだけど、狙ってヒットするわけじゃないですしね。飛んだ、おっと鬼武装やばい、おっとピヨっているが、ピヨっているが勝利。ジャンプ中盤ですかね今、ジャンプ中盤と相打ちですね。百貫が、お、ナイス、あ、ピヨった、 3,4,5、 これは美味しい。だが相打ち、レンさん、ベガ勝利。続いて2周目ですね、破天荒さんお願いします。はい、デンさん勝利で、ハテコさん、デンさんとハテゴさんですね。お、ナイス、最高に波動中ボス。しかしもう体力もないので厳しいところ、お、空中竜巻、当たらなかった。あっ、最高が突き刺さる、処理拳後ろから、さあコバがお互い慎重だ。お互いにね、かなりありますからね、一瞬にしてかなり慎重にいっている。あっと今もしかして真空が化けたのか、危なかったが龍勝利。おっとダブに当たっている、あー、ピヨってしまう。ナイス、レンさんコンボが完璧ですね、勝利で。続いて師匠さん、翔さんのベガ、ベガベガですね。さあお互いが多分はめられるとまずいと思っているが、ピヨる、ピヨったのはどっちだ、ピヨったのは翔さんだ。難しい、投げ返す、さあ画面端持っていった、お、最高が喜んでいる。まずはデンさんの手がいいと、例のハメっぽいやつですね、これ脱出困難と言われる。おお、拾っていく、3発のお手玉に拾って、師匠さん勝利。2分で迎えたファイナルラウンドですね。はい、場内非常に熱気で溢れております。皆さん顔が疲弊しております。ダブルに、ダ
ブリ、あれこれ画面端じゃなくてももしかして脱出不可能なのか。投げる投げる、おっとうまいこと、あーっとしかし食い込みすぎたはい、師匠さんのベガ勝利で、続いてチャオズさん、はい、チャオズさんはサガットですね。サガトベガ、この組み合わせちょっと私わからないんですが、まあ、逆に何が知ってるのかと言われるとそれほど何も知らないんですけどね。ただサガットの方はいいような気はしないでもないんですが、投げていく、はい、寄っている、お相手目、お、ケグ相手目をケグ、あー対岸2で近づいているのを投げられてしまう。続いてハクさんですね。ごめんなさい、ショウさんのベガ勝利でハクさん、続いてハクさんですね。ハクさんの、キャミー、キャミーとシオさんのレガと暑いです、場内ですものすごく暑いです、まあね、エアコントラブルの影響によりちょっとね、今日はちょっとまずいですね。これだけいいですね、バラバラめくりに行ったが投げられている、ごめん師匠さん、バラ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 、投げ、あっとフリガンだが逆に投げてしまった。あれこれ逆にしか投げれないのか、フリガンはもしかして、そういうことか。さあ、さあさあさあ、どうなることやら。お互い接触を避けているが、ベガがダブル2から投げていく。お、ダブル2を落とす。若干ですね、しゃがみジャッパーですね、キャミー。さあ時間はそろそろないので。体力的に負けてる方が行くしかない。おっと、タッチ中間意外と前にも当たるんですよ。はい、師匠さんのベガ勝利。続いてエクスパーさんですね。はい、師匠さんのベガが勝利でエクスパーさん、はいはい、エクスパーさんの龍、さあ画面端、投
投げていく、勝利が投げていく。さあさあどうなる。さすがから投げ、今日はそれほど連勝数多い人まだいないですね。あっとノーガードだが食らってしまった続いてモツさん、モツさん、はい、ここに来てベガブランカ、モツさんのブランカ、これはベガがきついと思われる。拾っていく、じりじりとブランカ側が近寄っていく。今の対空はヘッドバット対空みたいな形。またバチカル、あー噛まれてしまう。モツブランカ勝利。はい、変わりました。山本さんが、あ、グッチさん、グッチさんとなんか空調がこっちが壊れてるのかな、あそこ1個だけついてるみたいだけど。さあ、次は山本、ほぼ山本さんのチュンリー。さあ、モツブランカ動きがかなりトリッキーな、もう2周目だけど入ります。じゃあ、草くん、2周目だけでいい龍さあグッチさんが2周目から登場でいいですか。さあ1本目モツブランカが、すいません、ちょっと見てなかったですけど、さあ噛みついて、さあチュンリーが飛びをね、なんとか落としたいですね。対空チュンリー難しいですけど、選択を間違えなければ対空かなり強いです。チュンリーさあ中キック、対空は使ったところ、さあ歩いて噛みつき、さあモツさんの動きが、あ、俺です、はい、グッチさん来たんで入れますか、入れますか。グッチさんでももう2周目だよ、入ります。じゃあじゃあ1キャラだけ、あ、竜でね、はいはいはい、はい、カーシムさんが、DJ ですね。デンさんは、デンさん1キャラ、え、2キャラ出しましたっけ、まだ1キャラ、あ、なるほど、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、あーごめんなさい、画面見てなかったんですけど、カシオナ DJ 勝利で、ちょっと待ってくださいね、クレジット。
はい、川島さんの DJ と草さんのチュンリーですね。はい、投げていく。おっとジャックが入る。あー、しかし拾えなかった。そばとカーニバルでしたね。失礼しました。やばいぞこれは。やばい、投げで死ねる。戦列だった。確定ですか。なるほど、 着地を狙われた感じ。 今の戦列は着地1フレームだったみたいですね。やばい、あーっと100列で死んでしまう。すごい減りだった。草さんチュンリー勝利で、続いてデンさん。バイソンチュンリーですね、これは。なるほど、なるほど、なるほど。これは得意なのか、得意じゃないのか。な。戦列、リバーサーですね。はい。お願いします。はい、じゃあ、1本目はデンさん、バイソンが取って、あ、ありがとうございます。はい、2本目、戦列が決まる。これ微妙ですね。微妙じゃないのか、僕にとっては微妙なんですけどね。どっちとも言えない、いい勝負ですよね、多分。そんなに差はつかないと思ってるんですけど。条件百列、ちょっとチュンリーが押され気味。おっと今の百列は危なかった。飛行剣打っていく。あー背中が食らってしまう。おっと食い込みからゴチゴチ。デンさんバイソン勝利。続いてグッチさんお願いします。グッチさんが1キャラのみエントリー。リュウ、グッチリュウ対デンさんバイソン。おっとうまい、カラージャンプからチュアシャドウ、中ボスから投げと。しかしデンさんのバイソンもここから巻き返していく。ゴチゴチの、またゴチゴチのクレイジー。これは削り角、ゲージがなかったので脱出方法がなかったですね。今竜巻、今の竜巻全くどっちか分かんなかったですね。すごい、お互いすごいラッシュだ。さあクレイジーからの仕切り直して、おっとできるよパンチ。デンさん勝利。続いて中島さんお願いします。はい、クレジットありますね。続いて中島さんのガイルですね。さあ
ソニックダメはじ、ソニックソニックとサブん、ニョキッとコンボ、しかし画面端バッと見えていた、クレイジー、ソニックにクレイジー、これは厳しい。これ2キャラ目出させることも可能ですね。どうしようかな、クレイジーガード、あ、サマーで割っていく、うわこれは相打ち OK な感じが、あー、サマーが使ってしまう、惜しいバイソン勝利。はい、エクストラステージということで、破天荒さんの竜ですね、ユーバイソン、おっ、ピオタ123と真空が、あー、でもゼロだと、ナイス。今ですね、1位抜けが師匠さんのベガ、よいしょ、続く、デンさん、バイソンが3勝ですね。破天荒チェンジカラーニューレベル、そうね、破天荒さん竜色変えましたと、チェンジカラーニューレベル、 OK、本気です。おっと、リバーサー昇竜が刺さる、お、見えない竜巻、ちょっとデンさん落ち着いてもらいたい、ここで、ここはちょっと申し訳ないけど、ここはシング、まだ大丈夫、ダッシュアッパー、ここは頑張ってもらいたい、ゲージはある、あー、中足が刺さった、破天荒さん勝利。ちょっと待ってくださいね、これはデンさんに勝ってほしかった。同率3位が3人います、同率3位3人いるんで2決定戦をしないといけません。デンさんのバイソン、エクスパーの竜、カーシムさんのザンギ、この3人で三つどもえが発生しちゃいます。いいですか、ですよね、はい、同率3位が3人いるんで、ちょっと待ってくださいね、あ、
This is Expert. Yes, Hatenko uses three colors. I think that was his third time. We have a four-way finals here. Shisho Bega has four wins. Densan Bison has three. I have three, and Kawashim has three with Zangief. じゃあ一発勝負の、そうですね、はいはい、デンさんとカシムさんとエクスパーさんで、総当たりのあれになる感じで、行きたい人から行ってください。もう我こそはって思う方から。じゃあまずね、あれですね、2決めということで、3勝が2人います。デンさんの、バイソン、エクスパさんのリュウ、カシムさんのザンギーということで、はい、1P 側カシムさんザンギーで、 2P 側エクスパさんのリュウ、これ負けた方にデンさんが入っていただく形になりますので。お、右側が前足、ダブラリ、抜けた。ショルケン。お、離れてしまった。ハローケン。これ、川島さん、ダブラリ、あれですね。波動を抜けるのは上手なんですけど、見てるとなんか話っぽい入力をしてるんですけど、確かダブラリって話入力出ないはずなんで、押し入力なはずなんですけど、押して話してが早いのか。なるほど。お、投げられる。時間がない。逃げ切った。エスパリュー勝利。あ、ごめんなさい、1本ですね、1ラウンドファーストラウンド。さあ、飛んでいく。あ、スクリュー終わった。早かったのか、ボタンが。あったわけではないのか。長州から掴まれる。しかし、ダブラリー、ダブラリー。さあ飛んだ。あーっと真空だったが、スクリューで吸った。さあファイナルラウンド。お、空中投げ、裏から、お、飛んだ飛んだ、サイクロモンバー的な、サーンと、はい、カシムさん勝利で、デンさんのバイソンで入っていただくと。カーシムさんのザンギは攻めている、攻めているが、この組み合わせ結構どちらとも言えないところで、ボディプレス、先にリーチをかけたのはカワシムザンギ。ここで抜き
出せ抜け出せるのか。やばい、激流をパンチが当たってしまう。おっと、だいぶ近づいてきましたね、ダブルアリで。アントビ気味に飛んでいく。さあ、デンさんのバイソンはここからあっと、だいぶ透かしている。飛んで上から吸っていく。しかし体力がだいぶ差がある。おっと、光った。決まるのか。決まった、カワシムザンギ勝利。ここでじゃあカワシムさんが2位抜けと決まりました。じゃあ秘書さんのベガとカワシムさんのザンギですね、決勝は。はい、決勝です。1P 側、カシムさんのザンギフ、 2P 側、シオさんのベガ。決勝ですね、3先でお願いします。3先、3本選手ということですね。3本ですね。さあ、この組み合わせベガ苦しい。いや、ベガは有利な相手がいないんじゃないかっていうぐらい厳しい。さあ、埋まりすぎないようにベガ行かなくてはいけない。決定打となる一発はベガ側には特にはないはずなので、コンボで即死ってことですね。狙うのはコンボで即死。下段が刺さる。ダブラリーに下段刺されてしまうと、おっと、ナイトメア、ここで使っていく。ダブラリーも止まってしまう。下段もらってしまうと止まってしまうため、隙ができる。おっと、離れてしまった。ダブラリを入力しているが、最後は通り抜けてしまう。お、飛びから吸った、離れてしまって、お、吸い直し。はい、1ラウンド目川島さんですね。1ラウンド目カーシムザンギが飛んでいく、取っていく。めくりから、おっと、ピヨってしまう。砲弾2本目も、2試合目もカーシムザンギ。
スクリュー吸っていく。さあ、3ラウンド目、あ、3試合目最初の1ラウンドを取るのはどっちだ。カーシムザンギがここで取ったらリーチということですね。師匠ベガが取って巻き返していただきたい。ここはのぼり蹴り、上からスクリュー、まだある。おっと、安全加算、1ラウンド目を先取したのはカーシムさんで、これでリーチとなります。さあ、師匠さん頑張っていただきたい。下から投げ、ダメに、あー突き刺さってしまったのか。スクリューが待っていた。お、拾っていく。あーっと、すかしからスクリュー直接決まってしまった。優勝はカワシムザンギでした。お疲れ様でした。一言お願いします。激アツイベント、激アツですね、男たちの、ザンギエースが見事優勝しまして、はい、今日ちょっとね、人が寂しい感じなんですが、おめでとうございます。ちょっとね、グチさんと中島さん来たのがちょっと時間が遅かったんで、そうですね、もうちょっと、早く来てれば面白かったかもしれないですが、まあ、時間もそんなに早いわけでもないですからね。まあまあまあ、いい時間ですけど、まあ、いい、まあ今日は皆さんね、家でのんびりしてらっしゃる方が、そうですね、多いのかなと。大変暑いんで皆さん、あれですね、熱中症とか気をつけてください。水分補給しっかり。本当ですね、俺先週日曜日草野球だったんですけど、はいはい、37度ぐらいあったのかな。もうやばかったですね。そうですね、夕方でも相当な暑さでしたよね。相当でしたね。ダブルヘッダーで1試合目ちょっと出たらもうバテバテになって、あ、2試合目ずっと日陰で眺めてました。危ないですからね、本当にやばいですね。まあこういうね、部屋の中でもね、熱中症ってあるんでね、 なりますんで、はい、そうですね、動画を見られてる方もね、はい、ちゃんと水分取って、皆さん気をつけてください。エアコンつけないで我慢したりね、しないように。エアコン持ってない勢とかいるみたいな。ちょっと、まあまあ、いや、持ってない勢なのかつけてない勢なのかちょっと僕も知らないですけど、まあ、つけらんないとかいうのもありますけどね。気をつけないと、本当気をつけないと。まあでも最近はね、いろんなものが普及してて、スポットクーラーとかあるし、ね、ちっちゃな扇風機とか結構優秀なのが安く売ってたりするんで、まあくれぐれも体調にはってことですよね。あ、そう、この間、まあ、もういいや。いやいや、もういいよ。そこまで言ったなら、ゲームの話しましょうか。ゲームの話ですね。あ、そろそろね、X イースト、はいはい、が近づいてまいりまして、秋葉原、そうです、秋葉原の e アミューズメントスクエアという、そうですね、はい、ゲームのイベントなどでこう貸し出してくれるフロアなんですが、そうですね、 e スポーツ専用の、ね、そうですね、あそことても面白い作りでね、カウンターがあってオーダーできるんですよね。そうですね、ドリンクとか、しかもそのオーダーがなんとインターネットで、はいはいはい、おごられくんですね、そうです、おごられくんというシステムがあって、8月の11日ですね、動画を見てる方が、中継を見てる方がですね、はい、ポチッとクリックすると注文できるという、で、そうですね、誰々に差し入れをお願いしますという、できるという、そう、面白いっすよね。で、セロテープさんはね、毎年恒例、ベロベロに、はいはいはい、ベロベロになってますね、テキーラ4杯とか差し入れられてた、はいはい、そうですね。まあ大会がもうあと1ヶ月切りましたね。山本さんは出るんですか？いや、ちょっと自分予定がですね。あ、そうですか。まだじゃあ決まってないということですね、ちゃんと、はい、調整がつかなくてですね、ちょっと、あ、お疲れ様でした。エクスパさん、ありがとうございます。あ、エクスパさんもうお帰りかな、もうバイバイ。そうですね、エクスパさんが帰ります。さよなら、はい、お疲れ様でした。8月11日土曜日ですね、 e スポーツスクエア秋葉原、秋葉原ですね。もしゲームやらない方でもお店には入れるんで。あ、そうですね、入場料さえ払えば見学もできますんで、
あのでっかいスクリーンにこう、はい、カメラが4、5台あってね。そうですね、ちょっとゲームセンターでやるのとは、そう、ちょっと違って、そう、ドキドキする、そんなイベントがありますので、はい、ぜひ、ね、近くの方は足を運んでいただけたら、そうですね、近くの方は、はい、まあ、レジェンドプレイヤーもね、見れるかもしれない。レジェンドプレイヤーしかいないですからね。まあ、私からすると、まあ、もう結構ね、古いプレイヤー、はい、だらけになってきたんで、ね、周りはもうレジェンドプレイヤーばかりだからね。はい、ところです。まあ、じゃあ今日はその辺で、はい、今日はこういうところで、あの配信台はまだの試合が流れてますんで、ご視聴お願いいたします。それではありがとうございました。じゃあどうもありがとうございました。失礼いたします。
Thank you.
Oh, you can!
Round three, fight!
Round 2, fight!
Come on!
ああ。はい、お疲れ様です。ということで、23時を過ぎましたので、この試合終了後に、今週の配信は終了したいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、毎度言っておりますけども、また来週も同じ時間で配信いたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。ということで、草チュンリーとグッチリュウでしたけども、グッチリュウの勝利で、ということでお疲れ様でした。また来週もよろしくお願いいたします。では失礼いたします。